パリ十五区の一パリ十五区の一パリの十五区は、フランスの首都、パリ市を構成する二重の行政区の一つである。第十五区、パリ十五区とも言う。市の南西部に位置しており、セーヌ川の南岸に面している。パリの十五区は、市の南西部にある行政区、ボージラール区と呼ばれることもある。セーヌ川の南岸に面しており、菱形に近い形をしている。南西には、 ペリフェリックに沿う形で市の境界線が敷かれており、オードセーヌ県に接している。人口は225,362人で、20区の中では最も多く、市の人口の10.6%を占めている。区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、東区はその15番目に当たることから、 中国と名付けられた。中国の主要な施設としては、トゥール・モンパルナス、モンパルナス駅、パスツール研究所、ネッケル小児病院などがある。また、セーヌ川に浮かぶ白鳥の島には、自由の女神像がある。パリ中国の外略図フロントデザイネ、フロンド・セーヌ。自由の女神像。中国は、パリの南西部に位置している。セーヌ川の南岸に面しており、 ひし形に近い形をしている。面積は8.50平方キロメートルで、20区の、うちでは12区、16区に次いで3番が目に大きい。森林部を除けば、20区最大の面積となる。北東は、同じパリの行政区である7区に接し、東寄りの一部は6区に接している。北西は、西無川を挟んで16区に接している。 南東は14区に接している。南西はペリフェリックに沿う形で、パリ市の境界線が敷かれ、オードセーヌ県の各自治体。南東はマラコフ、南はバンブ、南西は石入無理能に接している。パリ15区のカルチエショーサイズパリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。15区を構成する4地区の高度と名称は、次の通りである。 中国の人口は、1962年には25万551人となり、ピークに達した。その後は、減少を続けたが、1990年の22万3940人を、そこに、再び増加に転じ、1999年には、ピーク時の9割程度の22万5362人となった。20区のうちで、 最も人口が多く、1975年以降は、パリの人口の10%以上を占めている。2005年の推計では23万2400人と見積もられており、人口の増加が見込まれている。また、人口の減少とともに、人口密度も減少しており、1999年の人口密度は、ピーク時の9割程度の2万6507人と、 なっている。人口の推移の詳細は、次の通りである。十五区役所道区役所、ムーゼ、アンスティチュ、パスツール・ラ・ミュージック、ムーゼ・ボーダル、パリ・フロント・デザイネ・右の赤い建物がホテル・ノボテル、パリ・トゥール・エッフェル。レ・ジャルダン・オットランティック・イラツアー・モン・パール・マス、スクエア・セイント、ランベール・スクエア・クロー・フュク・ヤーズ、セーヌ川に架か,かる区内の橋は、次の通りである。パリの、広場は、 しばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分はオベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、外線門があるシャルルド・ゴール広場は世界的に有名である。1国の広場や交差点には次のようなものがある。ありがとうございます。